前持ちだったというところで、まだあまり進んでいないというのが現状になって、それ以外のところが見れてないなっていうところが、すごい一番大きな悩みではあります。全くこれまで出会ってない企業にどう出会うかっていうので、どうも、旬です。こんにちは。今回はサマーインターンに関する就活の相談です。今回も悩める就活生の方と、大人の方に来ていただきました。旬ダイアリーを運営している株式会社ダイアリーの1号名社員のバラマツです。旬ダイアリーメンバーの池田智也です。キミスカで働いてます。 PR 担当の江頭と言います。本日お願いいたします。中央大学3年生の久保田志音と言います。大学ではデータとかを用いて人々の行動を分析する学問を専攻させていただいております。本日はよろしくお願いします。最近宮部さんの面接、初登場だったと思うんですけど、はい、簡単に感想とか準備不足が目立ったなというのが自分の中での感想なので、少しずつそこは修正しながらやっていこうかなと思います。いいですね。じゃあ今の簡単な就活の状況をお伺いしてもいいですか？サマーインターンの方に5社ぐらいに提出させていただいたんですけれども、全落ちだったというところで、まだあまり進んでいないというのが現状になっています。ちなみに、どの企業を受けたんですか？アサヒ飲料さんと、博報堂さんと、ADK さんと、サイバーエージェントさんの方に。こういう会社に行きたいとかはありますか？基本的には広告系をメインで考えて。それはちなみに何でですか？高校の時から人の関心に関する研究をさせていただいてて、大学でも続けるんですけど、そこを活かしたいなというところで広告系に申し込みました。第一志望は裁判なんですかね？そうですね、今のところは。いいですよね。僕も第一志望裁判でした。共通するものがあるなと思った。頑張ってほしいです。ということでありがとうございました。行きたい企業ある程度決まってると思うんですけど、なんかそれ以外とかってどういう感じで探そうと思ってるとかってありますか？自分の本当に大きな広告業界への興味関心っていうのが大きすぎて、それ以外のところが見れてないなっていうところが、すごい一番大きな悩みではあります。そこに関してどうですかね？今のところは広告に興味があるっていうところを聞いたんですけど、しおんくんの関心からすると全然違う業界をマッチする可能性があるなっていう意味では、一旦まだ余裕があるこの時期に広げるっていうのはすごくいいかなと思っていて、全くこれまで出会ってない企業にどう出会うかっていうので、私がやってたのは Twitter で結構就活の発信をしてる同じ世代の就活生とつながって、なんか DM でやり取りして、今どんな企業を受けてるんですかとか、それはどういう軸があってその企業を受けてるんですかっていうのを聞いて、それが自分の関心に近い人だったら、あ、じゃあその企業を受けてみようみたいな感じで情報をもらってたので、そういう出会い方は一つあるかなと思います。そもそもやっぱりまだ働いていない状態で自分の希望がその業界にしか当てはまってないっていう、そんな明確な学生ってあんまりいないと思うんですよ。確かに。これがいいっていう、そう言えるほどの経験がないので、どこでも大体楽しめるんですよね、強みが当てはまっていれば。じゃあどうアプローチするのかっていうと、もう広告に受かった人、広告で楽しんでる人が他の業界とか会社どこを受けたのかっていうのはすごく参考にした方がいいなと思いました。でただそれだけだと多分電通さん博報堂さんの先輩とかってバリバリ大手しかいないと思うんですよ。ってなると数社しかいないから、君塚の立場であれなんですけど、企業から探してもらうはすごく効率的だと思います。ちなみに君塚さんはどういう企業群の方からスカウトが来るんですか？君塚は中小企業さん、ベンチャー企業さん中心にメガベンチャーさんであったり、大手企業さんも続々増えてきている段階でございます。ただ業界のばらつきっていうのはほとんどなく、まんべんなくいろんな仕事を知ってもらえる場所なんじゃないかなというところです。僕が就活の時、やっぱよくわかんない企業からってもあんま嬉しくなかったんですけど、よくわかんないから嬉しくないっていうところで、文字情報だけでやっぱわからないなっていうところはあるんですけど、そういう時どうすればいいんですか？個人的には知らない企業さんの中でもちょっとだけこのスカウトいいかもっていうのがあるんですよ。この文章こう自分のことめちゃくちゃ見てくれてるなであったり、好きな業界のゴールドだったら受けてみようかなみたいな時は、まだ正直 40% ぐらいしかその会社さんのことわからないと思うので、結構最初カジュアル面談からスタートしましょうとかあるんですよ。まず話しましょう、でそこで好きだったらぜひ受けてみてくださいといった流れもあるので、そういう時はちょっと気になったら面談受けてみるっていうのが一番いいのかなと思います。あ、なるほどね。人によっては100通とか200通とか来る方もいるじゃないですか、はい、それは逆に選べなくないって思ったりするんですけど、どうですかそのあたり。選ぶ基準2つかなと思っていて、1つは君塚だと種別で分かれていること、ゴールドから優先的に受けたらいいんじゃないかなと思ってます。で2つ目はなんとなく嬉しい気持ちになるスカウトですね。例えばあこの企業からっていうパターンもありますし、好きな業界だもありますし、あとはスカウト文を見てこの人事さんは明らかに自分のプロフィールをすごく読み込んでくれているなってい こうあなたのここのこれが好きでみたいなのを書いてくれている時は、大体相性がいい企業さんの場合が多いので、そういう時はぜひエントリーして
してみたらいいんじゃないかなと思います。うん、自分の PR がうまくできてないなというところが一番大きな悩みになってます。早速なんですけど、お三方に向けてしおんくんの自己 PR を30秒から1分ぐらいでお願いしてもいいですか。中央大学3年生の総合施策学部に通わせていただいている久保田しおんと言います。今はですね、塾講師としてアルバイトをさせていただいていて、アルバイト講師の中では一番の授業評価をいただきまして、さらに、社員の方を含めた中でも3位という成績を、収めさせていただいています。人とお話をすることとかというところには他の人よりは長けているのかなと思っております。今の自己 PR で伝わったか伝わらないか、我々の札をお願いします。せーの、おー、なんかフィードバックというか、しおくんがその撮影前にすごい笑顔で話してるのが印象的だったからこそ、急に自己 PR になった瞬間笑顔がなくなってしまって、なんかそのしおくんの良さがなかったのが一個気になりました。あとは最初にエピソードを話してくれたんですけど、そのエピソードを通じてしおんくんがどういう人柄だっていうのを伝えたいのかが分からなくって、実績を聞いた時にその実績だけが印象に残って、こんな人なんだなっていう仮説が持てないまま終わってしまったので、どんな自分を見せたいのかっていうのが最初に来たらいいかなっていうのを思いました。なんか PR する時のコツとかあります？絶対参考にしない方がいいんですけど、私のやつは。じゃあ言わないでくださいよかったら参考にしてほしいんですけど、私は優しいハリケーンですっていう風に最初に言ってて、つかみとしては自分を表すものを何かに例えるとか でなんでそんな例えなんだろうっていうところから実際の話とかを持ってくるのは面接官によってはいいかもしれないです。私は失敗しました。あとなんとかのカンガルーとか待ってる。前向きなカンガルーです。前向きなカンガルーね。それカンガルーじゃないですか1位ってめっちゃ言ってくれたんですけど、5人中1位なのか1000人中1位なのかによっても全然違うなと思って、どれだけすごいかがなんかパッて分かんなかったっていうのと、あとはずっと話すのが得意っていうのがあったんですけど、話聞く人も上手い人がいれば、話すのもなんか説得が上手い人もいるし、どこが良さなのっていうのがパッて一言で分かんなかった分、この子を残すとしたらどこっていうのがパッて見えづらかったかなっていう気はしましたね。最初の内容に関してだと、結局何の人なのっていうところが、結論が分からないっていうところがすごくミスかなと思っていて、自己 PR で超大事なのって、自分今こういう強み、人柄あるからめっちゃマッチしてる、採用してくれやっていうものだと思うんですよ。けどそれが聞いてる側からするとメモしてたら、結局何の人なんだっけっていうメモになっちゃったんですよね。なのでそこは最初に欲しかったなっていう印象があります。自分が力を入れてきたことがバラバラなんですよ。列挙すると本当にそれこそ塾講師はまず一つあるんですけど、あとは分析の研究のところで、その僕が分析したいのは社会問題系なんですけれども、そこでいろんな高校さんに行って高校生の方と社会問題考えようねっていう授業に協力させていただいているっていうのがもう一つと、全然関係ないんですけど、司法試験の予備試験っていうのがございました。あれを今頑張って勉強しているところで、今多分聞いてもらって一貫性がないかなっていうふうに思われたと思うんですけど、自分の中では他人に対してこうアプローチしてプロデュースしていくっていう軸があって、そこにコミットするためにこの3つをやってきたっていう、そういうイメージなので、うん、結論から確かに出しちゃってる感はあるんですけど、1個ずつと紐付けすると1つのエピソードしか話せないなと思って、そうするとなんか強みが出せないのかなっていう、そういう大きな1つ問題点があるんですけども、人間なのでみんなそうだと思っていて、ここに僕含めみんないろんなエピソードがあると思うんですよ。エピソードもあるし強みも複数あるはずなので、自分の強みはまず一つじゃないっていうのは確かで、なおかつ一つのエピソードに強みは一つだけっていうわけでもないじゃないですか。それぞれ深掘りしといて、自分の強みの手札ってとりあえずこれがあるなって把握からしてほしいなと思います。現在キミスカでは友達招待キャンペーンというものをやっております。キミスカに登録している方はアプリの中に自分の招待コードを発行する画面がございます。その画面からツイッターにそのままツイートもできますし、あとはご友人にその招待リンクを送ることもできます。そしてその招待リンクからご友人がキミスカに登録をしたら、お互いに Amazon ギフト券500円分ずつが入るというキャンペーンをやっておりまして、キミスカの登録者ってこれから爆増していくんですよ。となると周りの友達がいやもう入れてるよという状態になっちゃうので、まだ就活を始めてない友達が多い今の時期のうちにキミスカに登録しておいて、でご友人を招待をしてくれたら嬉しいなと思います。今ツイッターではこの招待キャンペーンとは別で Amazon ギフト券がもらえるキャンペーンを実施中です。今ハッシュタグ
機密化と就活でツイートをするだけで毎週3名に3000円分の Amazon ギフト券が当たるキャンペーンをしております。プロフィールに概要は書いているのでぜひフォローしてきてください。お願いします。キヨン君の中で強みとして1個に絞るとするとどこなんですかね。プロデュース能力なのかなっていう風な話で、多分自分のことを売り込んだりとかするのは得意ではないんですけれども、うん、それよりは塾講師やってるって話なんですけれども、生徒の能力を伸ばしてあげるところであるとか、組織全体のパフォーマンスを上げるために分析をかけたりだとかという意味で、自分以外のものに対するプロデュースっていうのが僕の中で一番伝えたい強みかなと思います。プロデュース能力という表現はちょっと精査してみてほしくって、プロデュース能力っていう言葉を他人から言われた時にどういう力っぽいですか。秋元康さんあみたいな感じですよね。こう人を売れさせるカリスマ感あるじゃないですか。広告の方もそれをイメージすると思うんですよ。いい広告作るんじゃねみたいな、イメージで聞いていくとニュアンスがちょっと違うみたいな、なのでなんか期待値と変にずれちゃって伝えたいことがそれこそ伝わりにくいのかなと思うので、強みを考えるときに結論から考えてエピソードを無理やり紐付けちゃってるんじゃないかなって気がするんですよ。その逆で考えた方が辻褄合うかなと思っていて、力入れたエピソードって何だろうっていうところをスタートにして、このエピソードで生かされてる自分の強みは何なのかっていう順序でいった方が絶対こう辻褄合うはず。なのでそっちから考えてみたらいいんじゃないかなって気はしました。最後に記憶に対してメッセージをいただけたらなと思ってます。いい素材をいっぱい持ってる方なので、まあ、今日いろいろお伝えしたんですけど、まずは自信を持つことだけやればいいと思っています。もういろんな経験があるし強みもすごく持っている方ですし、話していてすごく心地がいい方なので、すごく自信を持つだけでまずはいいと思います。でこれから就活選考を通していく中でいろいろと、まあ、直していくところは成長していってほしいなと思います。これからも頑張ってください。撮影外とかではしおんくんの良さがたくさん見えてるからこそ、ありのままで臨めたらいいなって思ってます。応援してます。ありがとうございます。下の概要欄にキミスカさんの URL であったりとか概要が貼ってあるので、よかったらぜひチェックして登録してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。